先輩やお知り合いの方のメッセージを集めたものを動画にいいねそれさせていただきましたので、ゆっくりとご覧ください。ではお願いします。サボ先生おるん？サボ先生おらんやろ。長えわ、ちょっとおるかもしれないあ、そうすげえな、サボ先生なんだ。サボ先生乗せたかったけどな、これはええですね。誰一発目？高則やろ。俺。あ、綺麗な。大ちゃん来てねえや、そりゃ。大ちゃん。石黒先輩、童貞。ごっつー、これ。ゴーヤーと、他人の子は育つのが早いと言いますけれども、あれからもう10年、これから末永くちゃんと知ってもらって、スカートの丈と挨拶は短い方がいいということですので、これでお願いします。結婚おめでとうございます。福大時代で、健太と一緒に練習してた時が懐かしいですけども、ぜひ岡山でまたいい選手を指導してください。頑張ってください。おめでとう。トレーナーの藤木です。山本の山田君が本当におめでとうございます。私も福岡大学のために頑張ります。山田君、家族のために頑張ってください。北島、おばちゃん？おばちゃん出てくれない？うっせやろ。うわぁ。おじゃん。やしたね。福岡のお母さんですよ。また遊びに来てね。健太おめでとう。息子ともどもよろしく。え、大ちゃん。これ大ちゃんや。健太元気。うわ、頑張ってますか。ジョータや。これすごいね。九一郎や。誰が連絡取ったのこれ。お互い父親として頑張りましょう。気持ちも結婚はダメだ。お互い気持ちも入りましょう。入りましょう、ええわ。山田先輩、ご結婚おめでとうございます。これ多分進める。頑張ろうですよ。待ってましょう。おめでとうございます。本日は岡山まで駆けつけれず、また岡山遊びに行きます。以上です。山田先輩、山田さん、ご結婚おめでとうございます。こんなんなんや今、お子さんと3人でですね、幸せな家庭を送ってください。あと、すげえ、お疲れ様でした。山田さん、おめでとうございます。また後で会いに行きます。山田さん、改めまして、結婚おめでとうございます。昔のチャージやん。岡山にいたら、美味しいもの食べさせてください。お幸せに。はいの、松本です。松本先輩、一覧店長。一覧店長。お幸せに。山田先輩、ご結婚まずいや。これ知らんし、これこれからもお幸せに。あんま問題ないし。マジで。年賀状の時ですね。マジで、マジで。え、なんで？なんか。
だからユニークな人多いね、高知で。岡山にも遊びに行くよ。バイバイ。バイバイ。おすごい。健太。兄貴？本当に今更だけど、特に何もない。ないね。まあおめでとうということで。あんちゃん食べて。おめでとう。すごい、あ、すごい。よう集めてくれた。